どうもこんにちは、稲葉5817です。パナソニックの加湿空気清浄機 F-VXH50 とシャープの加湿空気清浄機 KC-Z65 を比較していこうと思います。ちなみにこれから説明するパナソニックの加湿空気清浄機 F-VXH50 はパナソニックと、そしてシャープの加湿空気清浄機 KC-Z65 はシャープと言いますのでご理解ください。まずこちらのパナソニックは2012年モデル、そしてシャープは2010年モデルとなっています。どちらの色もホワイトになっています。パナソニックはホワイト、ブラック、桜の3色展開となっており、シャープはホワイト、ブラックの2色展開となっています。では早速電源を入れていこうと思います。まずパナソニックの方はこちらに運転ボタンがあります。運転ボタンだけ黄色いボタンになっており、とても分かりやすくなっています。電源を入れるとこちらにツインルーバーと、こちらになんだこれ名前わからん。まず電源を入れますとこちらにツインルーバー、風が出るところですね、とこちらに全面吸気の部分が自動的に出てきます。続いてシャープの方の電源を入れていこうと思います。まずシャープには電源オンのボタンがありません。それはなぜかというと、操作を分かりやすくするために空気清浄、加湿空気清浄、プラズマ、クラスターシャワーの3つのボタンがあり、どれを押しても自動的に起動します。例えば加湿空気清浄機を使わない場合でしたら、空気清浄を押すだけで電源が入ります。では押していこうと思います。こんな感じでシャープの方は特に蓋とかもありませんので、電源を入れれば勝手につくだけですね。ちなみにシャープの最新の機種でしたらルーバーがつきましたので、ここが上部ですね、風が出るところが蓋になっていますので自動的に開くような仕組みになっています。パナソニックとシャープの大きな違いはまず吸引部分にあります。まずパナソニックは全面吸気を採用しています。全面吸気とは、汚い空気を全面、この部分ですねから空気を吸うのですが、シャープは背面吸気というのを採用しています。背面吸気とは何かというと、背面、つまりこの本体の後ろから空気を吸うんですね。では詳しく見ていこうと思います。背面吸気だとあまり吸わないのではないかというふうに思われる方も多いと思うのですが、シャープは背面に空気が行きやすいような構造にしたり、さらにこの大きなパネルから吸うことで、効率的に吸うことが可能になっています。それに対してパナソニックの方は全面吸気を採用していますが、前面から直接空気を吸うことができるメリットがあります。しかしこのように蓋があるため、あまりシャープと比べて吸う能力は高くないかなと思いますね。続いてフィルターを見ていこうと思います。まずシャープは1枚目のフィルターが直接見えますね。これは後ろパネルというもので、主に大きなホコリなどを吸います。パナソニックの方はまずこのパネルを外す必要があります。このように簡単に外すことができます。パネルを外すと囚人フィルターが出てきます。大きなホコリも関係なく全てこちらに吸うものになっています。シャープの方はこの後ろパネルを外していこうと思います。後ろパネルを外すとまず最初に出てくるのが脱臭フィルターになります。ここで大きな違いがあります。シャープ、パナソニックの方は最初外すと囚人フィルターが出てくるのに対して、シャープは脱臭フィルターが出てくるんですね。そのためシャープは小さなホコリを吸う場合はこの脱臭フィルターを超えてこちらの囚人フィルターに入ります。ここでいろいろな意見があるのですが、この脱臭フィルターにまでホコリがついてしまうという欠点があります。なぜシャープは脱臭フィルターを前に出したのかよくわかりませんが、ちゃんとした設計になっているかと思います。続いてパナソニックの方の囚人フィルターを外していこうと思います。このストッパーを外す必要があります。囚人フィルターを外すと出てくるのが脱臭フィルターになります。やはりシャープとは全く逆の構造になっています。